まっすぐだわ。多分すごいいい子なんでしょうね。この番組はどうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノリー様でございます。今日もよろしくお願いします。無駄にハイトーンで挨拶をさせていただいたところで、今日も元気に動画撮ってまいりたいと思っているんですけれども、私最近ですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、VTuber さんをですね、絶賛勉強中でございまして、試験に向けてですね、勉強させていただいてるんですけれども、最近もですね、こう VTuber さんの動画を漁ってましたら、そしたらですね、なんか新着動画のところにですね、こんな動画が上がっておりまして、激アツカバー上がっとるやんけと思って、そう、リゼ・ヘルエスタさんという方と、あと加賀美隼さんの、コラボレーションで革命デュアリズムですね、西川の兄貴と水木奈々さんが歌われてる曲のカバーが上がっておりまして、ちょっと今日はこれを拝見してリアクションおよび解説させていただきたいと思います。先日挙げたこちらのリー先生との VTuber さんのリアクションプラス解説の動画ですね、こちらのコメント欄でもですね、コメントもいただいてまして、こう上がりましたよ、革命デュアリズム上がってますよみたいな、もうみんなさ優しすぎ、もうすぐ教えてくれるんだから、もう Google いらないかもしれん、俺にとってはそんぐらい皆さんもですね、教えてくださった、そんな動画になっておりますので、で、このリセ・ヘレッサさんですね、この方、すいません、僕勉強中なものでして、初見の方でございます。でも、こうしてまた新しい VTuber さんの、お声ですとかね、キャラクターを知れるのは、とても嬉しいことだなと思ってます。でね、私、何よりボイストレーナーでございますんで、声でご飯食べさせていただいてますんで、そんな私からの視点からですね、いろいろ解説できることもあるかと思いますんで、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係の話とか、今日みたいなリアクション動画とかアップロードしてます。まだチャンネル登録をお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。で、まずね、僕、社長の声に関しては、結構明るい自信があるんですよ。自信が出てきた。いろんな曲、拝聴していく中で、こういう特徴があるんだな、こういう、声色なんだな、こういうテクニックを持ってんだな、みたいな。結構知見が増えてきてる感じがするんですね。で、僕、革命デュアリズムって曲めちゃくちゃ好きなんですよ。もう学生時代からめちゃくちゃ歌いまくってる曲の一つだし、だってもうお付き合いする女性の条件の、絶対外せない条件の一つとして、もう革命デュアリズムをデュエットで歌えるっていう項目が僕あるぐらい、好きなんで、革命デュアリズム。で、この曲めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もう、尺圧の曲じゃないですか。で、社長の声も、もう熱くたぎるような声を基本的にはされてるじゃないですか。だからそこマッチするだろうなって思ってるんですけど、このリゼ・ヘルエスタさん。この方がですね、結構まあ未知数。なので、このあたりがこう、どういう化学反応を起こしていくのかっていうのがすごい楽しみです。でね、まあリゼさんに関して、こう調べさせていただいたときに、まあいわゆる公女。公女様、まあ、王女様、お嬢様、まあ、そういったポジションの方らしいので、まあ、そういう系の、まあ、声色をちょっとすでに僕の中では想像してるんですけれども、どうなんでしょうか？じゃあ見ていきたいと思います。これ結構歌入りだからね。緊張すんね。いきます。来るよ。めっちゃいいっすね。バンと来たね。なるほどなるほど。もう一回ちょっとここ聞いていいですか？なるほどね。オッケー、いいな。ああ。はあ。最初これ原曲通り、その女性パートの、まあ、リゼさんから入ってくるわけなんですけれども、まず思ったのは、なんて言うんでしょうか。原曲の、水木奈々さんと西川さんのバージョンって、二人とも、同じその、なんでしょう、声のパワーのゾーン同士でぶつかり合うみたいなイメージなんですよ。結構水木奈々さんも、この結構、胸側の響きを強く持った状態で、歌う感じ。西川さんは今すごくなパワーで歌うみたいな感じで、そこのこのパワーのぶつかり合いを感じるんですけれども、この、お二人のものに関しては、社長は結構さ、皆さんもご存知だし、僕もご存知、僕もご存知ってないね、僕も知ってるの通りで、結構響きがこう、ふくよかな感じじゃないですか。だからそういう意味では結構西川さんに近いような感じなんですけど、このリゼさんのとこは結構さらっと、ここに関してはこう、真ん中でさらってきてるような感じ。真ん中か真ん中よりちょっと高いあたりのところで来てるような感じだから、綺麗にこう、社長とこう、なんだろう、交差っちゃ交差だし、こうぶつかってないみたいな感じ。こう適合してるみたいな感じの印象はあるね。そこがまずこう原曲との違いかなって思いましたね。爽やかでしたよ、リーゼさん。なんか、スーンって、
弓矢が一本スコーンって飛んできたような、そういう声でしたよね。入りんとこね。リズさんね。すんごいまっすぐだよね。ほら。いいね。ほら、わかる。なんかさ、ほら、なんかこういう形してない？社長の声、リゼさんの声みたいな感じで適合してるっていうか、ぶつかってないみたいな。原曲は多分こうなんだけど、水木さんもこうで、西川さんもこうだから、こういう感じなんだけど、これに関してはこういう風に聞こえますね。タイプが違って面白いですね。うん、音が良いのよな。おい、おお、はい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 、すいません止めてばっかで、あのちょっと面白いなと思ったポイントがいくつかあったんで、ちょっと紹介させてほしいんですけど、ここの部分ね、まずリゼさんの声のところなんですけど、風の間光のあたりまで水木奈々さんリスペクトを若干感じるんですけど、その後のロングトーンのあたりあるじゃないですか。その辺でなんか王女っぽさがあった。なんか、王女っぽさプラス、なんかその、ちょっと幼さみたいな部分を感じましたね。いくよ。うん。光の空あたりからちょっと幼さが入る感じ。で、逆にそこまでは水木奈々さんっぽい感じがちょっと感じる。でもやっぱ爽やか、基本は。ね。で、その後の社長のこの吹き抜ける残響のザの言い方がかなり原曲っぽい。ここもポイントだね。いくよ。吹き抜ける残響みたいな。わかる？このザで潰して、んも、んって言わないで、うみたいなイメージの。このあたりめちゃくちゃ原曲っぽい。社長好きなんでしょうね、西川さん。で、ここ。で、ここのリゼさんの声は、さっきの、なんかその、幼さが消えて、ちょっとシリアスなんだよね。シリアスじゃない？この幼いのに。髪切ってた、ちょっとこう、ダランって してる感じわかります？シリアス。ここはね。ここで合わせてきて、この右手とこの左手、ここはこう、同じとこでやり取りして、ここもなんかこうだもんね。さっきのこうじゃなくてこう、戦ってる感出てますよ、ここは。なんかいいっすね、そのなんでしょう、リゼさんは結構淡々と歌う方なんですよね。鈴宮春日の憂鬱で言うと長門みたいな。伝わる。ちょっとクールですよね、クールビューティーな感じというか、それこそちょっとお嬢様な感じするんですけど、社長はもう社長で言ってるみたいな。これがいいですよね、熱いみたいな。重ね合えばみたいな、さらっとみたいな。これ真ん中ぐらいだ。うん、ちょっと明るめ。うん、お、はいはいはい、今ポイントだな。面白くない。で、最後こうで裏声でこれ投げてるんですけど、社長はね、こういう細かいニュアンスが本当に得意なんですよね。あと、ここはなんかあえてビブラートかけなかったみたいですね。ここももしかしたら、ちょっと確認できてないですけど、原曲とかでも同じようなニュアンスなのかもしれない。音の入れがすごい完璧でしたね。うん。ね。おぉ。おぉ。いいね、サビ来る、ごめん止めちゃって、サビ来るよ、サビ来るよ。で、このやっぱいいっすね、リゼさんが結構語り口調なんだけど、社長はもうそれこそこの湧き踊ってる感じみたいな、これがなんか原曲とやっぱちょっと違っていい感じだね。原曲はもう
チワキ肉踊り続けてる感じだけど、リゼさんのこのなんか冷静さがいいわ。スパイスになってる逆に。サビまで行きましょう。ね。綺麗な声だね。うわっ。おい、めちゃめちゃいいやないか。これ鳥肌立たない人いる？鳥肌でしょこれ絶対に。見える？この鳥肌見えないか。そうだよな。まあ、桶がさバッて入るじゃないですか。一瞬でんでダンって入るじゃないですか。そこのタイミングも完璧だしさ。あーいいね。タイミングが完璧なんだよな。まあなんか細かいポイントとしては、異心伝心正義の方向ってちゃんと言ってる感じだね。言葉を一個一個踏みしめることによって、このリズムのバチバチ感を結構際立たせてて、このサビの入れの一番大事なところを気持ちよく駆け抜けてくれてて。うん。ね。で、この届いていますかが、さっきまで結構語り口調だったリゼさんがちょっと、感情をあらわにしててよくない？このさ、この MV の表情とかもちょっとこうキリッとしてる感じがいいよね。ここの社長のついてこいみたいな、このオラついてる、もう空ついていくでしょっていう、このこんな煽られちゃったらね。この社長のこの熱く歌ってる時の社長のポジションって結構ガナリの手前ぐらいの感じなんですよね。もうガナリの一駅前で各駅停車してる状態だから、もう一駅行ったら、もう一押ししたらガナれるぐらいのポジションだったりするんですよね。結構この曲全体的にそうかなと思ってて、ここはその一押しが結構全体に散りばめられてる感じ。結構ガナリの部分多いですよね。半分ぐらいがなってない？ここは多分、うん、ね。でもこのハモるときは結構がなり抑えてらっしゃるかもしれないですね、社長に関しては。多分ね、リゼさんの声ってやっぱり、さっきね冒頭に申し上げた通り、すっげえもうピンって張ったような、なんか完璧な音程で常にまっすぐ歌い続けるみたいな歌い方されてるんで、なんか青白い光のビームが見えるというかさ、こう閃光でずっと歌ってるみたいな感じじゃん。だからすごいハモりが綺麗に聞こえる感じの声だなと思ったんです。ご自身とのハモリもそりゃそうですし、他の方とのハモリね、今回だったら社長とのハモリもそうだから、そこを大事にするためにハモるときは社長も結構こうそこに合わせてクリーンな感じで言ってらっしゃるのかなっていう推測です。うん。いいね。この社長のここいいね。すごい太く言ってますよね。うん、でもこのリゼさんはシャーって結構まっすぐ言ってるから、この高いところでまっすぐ行く感じね。それでここは結構こう落差があっておもろい。ずっと工夫が凝らされてますよこれ、よく聞くと。おけがいい。ああ。リズムが完璧だよね。なんか伸ばすとこ伸ばして、短く切るとこめっちゃちゃんと切ってるっていうか、メリハリやばくない？簡単に言うと。メリハリやばいっすよね。例えばさ、この辺はね。なんか、もうちょっと伸ばしてもいいかもしんないけど、そこのほんと絶妙なとこで切ってる感じしますよね。わかる？ほら、気持ちいい。一番気持ちいいツボを押してくれますよ。本当に。肩楽になったもん、なんか。針治療みたいなもんだよ、このカバー。ね。ほら。完璧。ほら。いいね。かけ。
痛みをぼかして、もう随所に随所にこの社長の得意なポジションを入れてくる。絶対この曲好きですよね、社長。プライベートでもカラオケで歌ってるよこれ多分。好きなんでしょうね。さんはあれなんですね、ビブラートをやっぱかけないんだ。まっすぐだわ。多分すごいいい子なんでしょうね。別にそのビブラートをかけてる人が性格ひん曲がってますよって話じゃなくて、なんかこう純粋みたいな、ピュアみたいな、もう公女この公女ロングトーン、ビブラートもなんもない、もう全部まっすぐみたいな、それがこのやっぱ清涼感というかさ、スカーンってこうポカリみたいにこう浸透してくる感じを作り出してるんでしょうね。社長は結構グワングワン行くとこ行ってますけどね。うわぁ、かっこいいね、いいね、社長のスイッチが入ってきてるね、これ随所で今ありましたよ、これなんか追い上げが、ここはね、ちょっとこう普通な感じで、この君あたり、君ぐらいでちょっとこうシャウティーになってきてんのよ。でこっからね、見たことない、教えてきゃある隠才のって来るからね。スイッチ入ってきてるよね、なんかね。曲が早く聞こえてきたもん、なんか。ずっと同じはずなのになんか。この覚醒ののかからちゃんと聞きたいな、これな。いいね。ほら。いいね。おお、うわうわ、あ、今んとこよかった、ぴったりだった、今んとこも。ここまずこう君はで一回完全に切れてる、タイミングが完璧なんだよな。ここのニュアンスもぴったりの、で、あーみたいな、このちょっと切なげなニュアンスごとここはぴったり合わせてる感じ、ほんとそれこそ適合しまくってる感じ、ここ。おお、きれいきれい、美味しいね、美味しいね、ここ美味しい、何度でもおかわりしたい、ここ。ちょっと待って、愛の結晶、なんかこう主人公みたいな感じだね、ここニュアンス、愛の結晶で、ここは握りしめたらのタラがちょっと笑ってる感じなのよ、握りしめたらみたいな、わかります？次を予感させるこの笑いみたいな、うんうん、行くからはちょっとこうまた主人公感というか頼もしい感じに戻るみたいな、ここでもう一撃やっちゃってるみたいな、あるね、この辺のニュアンスかなり水木奈々さん感じるんですけど、僕だけですか？このさーの感じ、水木奈々さんってこうしゃくり方から結構特徴的なイメージが僕的にはあって、その感じ、あとちょっとだけこう独特に鼻にかかるような雰囲気もあるじゃないですか、その感じを感じますね、なんかこの辺、この辺も、うん、シャウトしちゃうんすか。
シャウトしちゃうんすか。この曲でシャウトし、いいっすね。攻めますね、社長。上場したんすかねえ、会社が。来たね。ってやってますね。まあ、社長の得意なところですよね。ミドルからちょっと高いぐらいの、音程感のあるシャウトをやってますね。ここ、原曲はね、ラップなんですよ、西川さんが。ブレイカー、クーサリチゲーテ、ドクリッツヨーっていうとこなんですけど、そこをシャウトにしちゃうっていう、社長らしいアレンジ。いいですね。もう最高です。どんどんやってほしい。いや、いいね。もうリーダーさん頼もしいもんな、うん、いいね。あー、ここ面白いですね。リーダーさんって結構それこそ序盤、特に序盤は淡々と歌ってらっしゃったじゃないですか。でサビで結構ガツンと来てると思うんですけど、より感情的な部分がここに来てるんだな。その日君はの、その日の後で、ちょっとより感情チックな部分がありましたね、今ね。次。わかります？その日、君は、みたいな感じで、ちょっと裏返り、吐息混じりみたいな感じにしてる部分がある。ハモってるから、ちょっとこう、被ってる部分もあるからね、ちょっと気づきにくい人もいるかもしれないんですけど、ここ結構着目すると面白いっすよ。ほら、ってなってるの。素敵。素敵。いいね。いい。革命王、革命王ってちゃんと言ってんのもいい。最高やないか。いやー、ありがとうございます。素晴らしかった。バランス良すぎたね。あまりなんかいろんな意味でなんですけど、今のワードはなんか原曲リスペクトのところもたくさん垣間見えながら、この二人にしか出せない世界観もたくさんあるみたいな、そういう意味でバランスの鬼。あとそのね、さっきも言ったけど、リズムがすげえタイトだし、決めるとこちゃんと決めるみたいな、なんだ全部決まってるみたいな、恐ろしいほどの完成度ですね。これカバーのレベルじゃないですよね。これ普通に作品としてやばくないですか。これやっぱね、社長の声この曲に合ってますよね。なんかやっぱなんだろう、分厚温かいじゃないですか、社長の声って基本的に。でも、その軸足も持ちながらいろんなとこに行けるみたいな、その器用さも発揮しつつ、なんならシャウトもこれしちゃってたし、でそこにリゼさんのこのクールビューティーな歌声ね。でもただ淡々としてるだけじゃないっていうか、随所にこうスパイスとしてニュアンスが入ってくるっていう、このなんか飴とムチ感がたまんなかったですね。ということで、大変素晴らしい作品でございましたが、私、なんせまだVTuber さんに関して勉強不足でございまして、まだまだ知らないことがたくさんございます。こういう逸話があるんだぜとか、あとこういう曲おすすめだよ、こういう VTuber さんのこの曲おすすめだよとか、入れ知恵していただけるとすごく嬉しいので、お気軽にぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとまだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ということで、ボイストレーナーのデスノインサマオンがお送りいたしました。ありがとうございました。